戦後、木戸幸一は天皇の最側近として永久戦犯となった。木戸は自分が有罪になれば天皇も有罪、無罪になれば天皇も無罪になるとの信念で公判に臨んだ。昭和天皇が平和主義者であったと訴えるということは、結局それは軍人被告に対する容赦ない批判となった。そのあまりのひどさに武藤明と佐藤健業は砂本法廷へのバスの中で木戸を指差しながらこう言ったそうだ。こんな嘘つき野郎はいないよ。我々軍人が悪く言われることは別に腹は立たんが、戦時中国民の戦意を破砕することに努力してきましたとは、なんということを言うやつだ。この大バカ野郎が。それを聞いていた橋本金五郎も、本来ならこんなやつは締め上げてくれるんだが、今はそれもできんでね、と罵ったという。木戸の終戦実現への尽力と貢献は、確かに称賛に値するものであるが、戦争の責任と原因のすべてを軍部になすりつけるような彼の日記や証言は、あまり感心するところではない。Kindle にて、これだけ読めば大英米戦争はわかるが発売中です。ぜひお求めください。